こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、今日はですね、公開ウェブ相談、今日はで2歳半のお子さんかな、2歳半ぐらいの2歳児のお子さんで、多分発達障害なんかな、これは。うん、発達障害の子供育てるの大変なんですよ。ママたちみんなめっちゃ悩むんです。はい、子供の発達障害のお話をしていきたいと思います。では、アンさん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。はい、では今から話していきましょう。よろしくお願いします。頑張らんで適当で、チャンネル登録よろしくね。新着動画の通知が届くよ。はい、では早速ですけども、お子さんのお話、どんなことを悩んでおられるんですか？はい、喋ってもらっていいですよ。私の子供、発達障害というか、転倒転換という病気、転換があるんや。で、それを一切、去年の夏頃にそれが分かって、で、まあ、その関係で発達がもうすごく遅れてて、で、なんていうかな、今も2歳半なんですけど、発達検査したら8ヶ月ぐらいの発達で、で、まあ、やっぱり人ごみというか、子育て広場とか、なんか子どものイベントとかに子どもを連れていくと、もう見た目は2歳半なんで、そんな風に、まあ、周りの人も接してくれるんですけど、いざ接しても歩けないし、声かけてもらって、大人に声かけてもらっても、あんまり反応がないんで、なんか私の中でそういう子供を見てしまう、自分の子供を見てしまうと、どうしてもなんか いかんかったよかったなみたいな、こう後悔して、それの繰り返しというか、周りの反応がね。そうですね。今はお薬で発作は抑えられてるんですか？そうですね、今お薬4種類飲んでるんですけど、その一番最近飲み始めた薬がよく効いてて、強い発作はすごく減ったんですけど、まだちょっと、まあ、ちっちゃな発作みたいなのは見られるんですけど、発作が抑えられてるんで、その分今は発達はこう本人のペースでめきめき伸びてるところで。そっかそっかそっかね、本当にみんなそれぞれのペースで成長していきますもんね。で、そういう持病があったり、なんかこう発達障害、そういうものを持っていたとしても、その子なりのペースで絶対に発達はしていくんよね。ただ、まあ、転換なんでね、発作が起きたらその都度こう対抗してしまうっていうことはあるけど、なんとかこう合うお薬さえ合えば、発作さえ抑えられれば、ちゃんとやっぱ発達していくから、ここからこう対抗するっていうんじゃなくて、絶対こう成長していくんでね、そこはもう希望を持ってほしいなっていうふうに思いますね。で、何？保育園が5日目で通園断られた。そうなんです。私0歳から保育園に入れてて、で、去年1年間行ってた保育園は、その発達が遅れてるからっていう理由で、ちょっともう来年度はって断られてしまったんで、で、次にこう今年の4月からの保育園、公立の保育園に入れるのに、まあ、役所の人と相談とかして、事前に保育園にも説明して、いざ4月に入園ってした時に、5日目ぐらいで、別に発作も出てなかったんですけど、なんかその園長先生に、ちょっとやっぱ病気が怖いんでって言われたり、こう子供をもう明らかにこう腫れ物に触るような扱いで、なんかこう見られてしまって、でもなんかすごく辛くて、私がでも、で、子供もやっぱり敏感なんで、自分をなんかこう認めてくれてないっていうのが分かって、すごくこう夜泣きとかもして、不機嫌やったりとかしたんで、もうその公立の園はもういつかでやめてしまって、で、ちょうどその公立の園と療育施設とを併用して今年から通うつもりだったんですけど、でもその公立の園も行けなくなったんで、療育施設と、あと、まあ、今年の7月からなんですけど、そういう発達支援をしてくれるそのデイサービスみたいなのに子供を入れれることになったんで、今はその2つ、療育とデイトで、週5日保育に
通ってるんですよ。そこの受け入れは OK 大丈夫 OK。 それをもうすごく子供をね、あのもうほぼ一対一で見てくれて、うんうん、子供もすごく楽しく毎日、うん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 、そっかよかった、そっかそっか、で、これはでも母子分離で通園なんよね、療育はね。そうですね、うん、でなかなかこう同じ施設で同じママさんたちと話す機会がなくて孤独。そうで、私もなんか本当はあの母子分離のお母さんもいれば、あの一緒にいるお母さんもいるんですけど、私はまあ仕事もしてるんで分離なんですけど、うん、でもまあもう半年ぐらい通ってるんで、あの顔見知りのお母さんとかやっぱいるんですけど、なんかもう私迎えに行くとみんな帰っちゃうんで、うん、なかなかなんかね、あの深い話とかもできず、本当に挨拶程度なんで、うんうんうん、関わってどうなんかなと思ったりして、なるほどね、うん、まあでもあのママ付き合いみたいなのっていうのは、あの基本別にそういう療育であろうと、普通の保育園であろうと、まあ、小学校であろうと、もう働いてるママ基準になってくると、みんなやっぱりもう時間ないから、あこんにちは今日暑いな、まぐらいで終わるんですよね。でも幼稚園とかなると結構バッテリーがあったりするから、こう関わりがあったりとか、あのいろいろ行事とかもママたちが出ていかなあかんやつがあったりとかするから、まあ、幼稚園は結構関わりがあるけど、保育園とか療育とかもうほんま小学校とかなってくると、ママ付き合いっていうのはあんまりないし、基本的に、うん、で私もうちの子、あの7番目、もう分からへん、7番目、ななちゃんが発達障害があって、今支援学級に通ってるんですけど、まあそこの支援の中に入ってるお母さんたちとじゃあ仲良くできるかっていうと、その支援学級、小学校の公立の小学校の支援学級の中の懇談会でもあるんですね。普通の学級以外の支援学級だけにこうそのお母さんたち集まって、みんなでこう座談会みたいな、そういう懇談があるんだけど、まあその中で仲良くなれる人が見つかれば見つかったでいいのかもしれないけど、やっぱりみんなどっかこ うちの子はできないみたいな後ろめたさを持ってて、すごくやっぱりね、あのこんなん言うとあれかもしれない、やっぱネガティブなお母さんが多いですよ、はい、だからあの前向きな人がいてそこで仲良くなれれば OK やと思うねんけど、そのネガティブモードのそのループの中にこうわざわざ入っていくと、なんかあの大変なことのなんかどんぐりの背比べみたいになってしまって、あんまりハッピーじゃなかったりもするかなって思うんですね、うん、だからあえてその同じような状況の問題を抱えている子どもたちのお母さんと仲良くなって関わっていった方がいいっていうのもちょっと違うんかなと思う、うん、だから別にそういうのをこう求めていくんじゃなくて、普通にこうアンさんがやっていく中でたまたま喋ってみた、あ気が合うわみたいなんで、気がついたら仲良くなってたよねみたいな、そんな感じでいいから、うん、こっちからこう追い求めていく必要ないかなと思うんですよね、うん、だから今のままでいいと思うし、で仕事持ってるっていうのもめっちゃいいですよね。やっぱね、あのこういういろいろ抱えてる子たちのママってもうそれだけにこうなってしまうと、もうそれしか見えなくなってめっちゃしんどいから、そういう中で今も綺麗やね、アンさん綺麗にしてるわ、よう頑張ってると思う。あの自分磨きもちゃんと怠ってないよね、怠ってないでしょ。いや、うん、最近はやっぱり、うん、病気分かった時とかはもうすごい落ちたし、妊娠中も出産もなんかちょっとこうマタニティブルーとかでもだいぶ落ちて、うん、あの精神科とかに行った時期があったんですよ、うんうん、でもその時もなんか自分なんてどうでもいいみたいな感じで一回掘った時期があるんですけど、ようやくなんか最近それではダメやと思って、こうちゃんと元の妊娠前の自分に戻そうと今してるところです。もう偉い、うん、あの見た感じ、まあ、仕事してるママたちみんな綺麗やねんけどね、綺麗にしてはるねんけど、うん、その気持ちってやっぱ私大事だと思うんですね、うん、だからあのやっぱり自分のことを愛せる人っていうのは我が子のことも他人のことも愛することができる、うん、でも自分のことを愛せない人って人のことも大事にできないのね、うん、っていう基本があるから、そうやってこうあの大変な中で自分をまず磨いてあげるっていうことを怠っていないアンさんは立派やと思います。まずそれはすごい偉いなって思う、うん、でその中でなんか忙しい中で普通に子供のことも仕事のことも自分のできる範囲内にやって、でその中でたまたまできた友達は本物だろうし、ま
あのできなかったらできなかったでいいと思うのね。でも私は今あの実際支援学級にも友達はいないし、普通学級の他の子どもたちのお母さんと私ね、実はね友達がいない人なんですよ。えとかって言われる、嘘とか言われるんですけどね、友達っていうものいなくて、であんまりこう必要としてないっていうか、うん、そこで絆なめ合いしたりとか、旦那の悪口、姑の悪口、我が子の自慢合戦、我が子のなんかあのダメ合戦みたいなのをやったところで、そこから何も構築されへんし、うん、そんな時間があったら私 やりたいこと他のことやるわっていう感じでいるので、まあ、あえてそんななんか友達っていうのをこっちから追い求める必要もないかなって思うんですよね、うんうん、ただやっぱりあのこういう障害持ってる子供を育ててたらもういっぱいいっぱいになってくるし、誰かにこう聞いてもらわないと、理解してもらわないと、共感してもらえないと壊れる、うんうん、で言っても今まだ2歳半やからねいいけど、こっから先もっともっと大変になってくるよ、うん、周りも成長してくる、我が子も成長してくる、だから遅れてるなりに自分ってなんかみんなと違うなっていうことに気づき始めたりもするよね。でそこでどういうふうにあなたの持っているその障害を説明してあげたら分かるかなって、ネガティブにならずに捉えられるかなっていうようなところでまたすごい悩んだりね、うん、で子どもたちも成長してきて、やっぱりあの中にはその定型発達普通の子なんだけども、やっぱそこら辺の人の気持ちに寄り添うっていうことができない、その辺の発達がちょっとゆっくりめの男子とかいるわけですよ、同級生の中にはね。そしたら別にその子は発達障害とかではないんだけど、もうなんせ幼くて、そこの部分がそこの発達がドーンと幼いゆえに傷つくことを平気で言っちゃうっていうようなね、あの同級生もいたりする。でやっぱりそういう子たちにかかったらね、あの障害抱えてる張本人はやっぱり傷つくよね、うんうん、そういうところのフォローをしていかない、言ってあげないといけなくなったりっていうところで、まあ、すごいしんどい思いはここから先もいっぱいすると思う。でどうしても発達遅れてるゆえに、そのクラスの子とか他の子たちにちょっと手を出してしまったりとか、うん、だからジョークを 言われても、それをジョークで、まあまあこれはこういうニュアンスで言ってるからジョークやわって捉えられなくて、そのまま受け取ってしまって大爆発して殴りかかっていたりね、うちの奈々ちゃんはそれなんですけどね、そういうことやっちゃうとやっぱ友達を傷つけてしまったりとか、お友達のものを傷つけてしまったりとか。でもやっぱりその障害っていうものをあの知らない親御さんからしたら、どういうしつけしてるんやろってなるじゃないですか、はい、うん、であの親の顔が見てみたいわみたいに、ね、なったりもするやろうし、うん、そういう目で見られることもアンさんこっから先はいっぱいあると思います、うん、で清潔観念とかそういう辺もねうまくできなかったりするから、もう女の子とかでかかったら汚い、あの子汚い、気持ち悪いって言われたりとか、うん、よだれが流れてたりとか、こうね食べたものぐちゃぐちゃになって服とかもいっぱいついてて、この辺とかももう寝癖もすごくてとか、そういう状態が気にならないから、うんうん、でも気持ち悪いって言われたりする、うん、それ聞いた時ってなんか悲しいし、うん、すごい傷つくし、でもそれをどういうふうに他の親とかあのお友達に説明したらいいんやろって考えたところで、説明してもやっぱ分かんないのよね、相手はね、そういう世界を知らないから、うん、あのアンさんのそのしつけとか、アンさんのやり方が悪いからあそこのお母さんどうなってんねやろっていう、そういう目で見られる、うん、だからこそどっかでそのアンさんの気持ち、今しんどいんやっていう気持ちとか、一生懸命やってんねんけどうまくいかへんっていうこととか、そういうのをこうぶちまけて聞いてもらえられてっていうのは絶対に必要なんね、うん、ちなみに旦那さんは、うん、話聞いてくれる人ですか、聞ける？旦那さんは聞いてくれる？アンさんの話を聞いてます、すごい聞いてくれます、うんうん、主人があの職業がね看護師なんですよ、あそうだから、うん、そっかそっかそっか、うん、機会がありますね、うんうん、そこありますね、そうですね、うんうんうん、だからそこはあの話がちゃんと聞ける相手ないんやったら、どんどん自分の中で溜め込まずに、自分の弱いとことかしんどいとことか壊れそうなこととか、どんだけないって叫んでもいいと思うんで、一緒にこうシェアしていけるといいかなっていうふうに思いますね、うん、で私もすごいこう奈々ちゃんの一件とかでね、周りからどう見られるんかっていうのがあの昔すっごいやっぱ気になって、なんかもう学校になんか行きたくない、もうそういう世界、もう支援センター行きたくないのと一緒、あ、はい、
もう両目その冷たい視線を感じるわけですよ、やっぱり。でもこう行くんじゃなかった、行きたくない、見に行きたくないみたいなのがすごいあって、すごいしんどかった時期があってんけどね、まあ、これもあのなんでそういう気持ちになるんやろうなって思った時に、やっぱり自分自身が、私やったらその奈々ちゃん の, その特性っていうものに対して、それを後ろ向きにあかんもんやと思ってるから、そういうところに行ってそういう目を向けられた時に傷つくわけよね。結局これ私自分の娘のことをちゃんと認めてないんやわって、うん、あかんことって捉えるから人からそういう目を向けられて落ち込む、うん、それがあかんことじゃないねん、うちの娘はこれでいいねんって堂々とほんまの意味で彼女のことを認めることができていたならば、周りからいろいろ言われたところで一切気にならへんはずなんよね、うん、あ私自分が可愛いんやって思った。うん、でも人間ってそういうもんやと思うから、そういうあの客観的に自分を捉えるっていう、でもうまくできない、やっぱり自分が可愛い、人にどう見られるかが気になる、そういう自分っていうのも認めつつ子育てをこう積んでいく中で、いつか、うん、人から何と言われようと何だろうと迷惑かけたところは誠心誠意申し訳なかった、ごめんね、気持ち悪いよね、口の周りぐちゃぐちゃでねとか、うん、あのおしっこもよく漏らすし失敗するし、ごめんね迷惑かけて臭いよねとかっていうところは、相手がどういう気持ちになるかっていうところを相手の立場に立って考えることができて、ちゃんと謝れる、ごめんねって言える、うん、でその上でこういろんなことを手伝ってくれて、一緒のその場にいてくれてありがとうって言える、うん、その2つができるようになるってめっちゃ時間かかるんですよ。だからあの自分のそのそういう子を育ててる親の立場、その子の立場に立ったら本当にその通りなんだけど、じゃあここでちょっと大人になって保育園の立場として考えてみる、うん、やっぱり不安やと思うよ。いつ発作が起きるかもしれへん、発作が起きた時の対処法はお母さんから教えてもらってるけど、実際そうなったらそれできるかなみたいな不安もあるやろうし、預かっている身だから絶対にあの大変なことにならないように対応しないといけないっていう重圧感とかね、そういうことを考えたらすっごいしんどいやろうなっていう、その保育園の先生たちの気持ちにも寄り添ってみる、うん、そうだよなって、うん、そこまでできたら立派やしね、うん、こっから先本当にこの保育園断られたっていうこれが一番最初の出来事であって、もうこれに付随して似たようなことはこっから先あのこの子が彼がもうあの大人になるまで、大人になった後もいっぱい経験すると思います、うん、それ一個一個乗り越えていきましょうね、うんうん、そしたら本当に強いお母さんになれるし、でその優しさ、相手の立場にも立って物事を考えられる、でも自分ももちろん傷つくし泣くんやけど、でもそれとは別に相手の立場に立っても物事を考えられるっていう両方ができるようになった人って、絶対今後アンさんが仕事していく上でもすごい役に立つと思う。お仕事何されてるんですか？建設業の事務です。ああそうなんや。じゃあまあ全然ね、そのあの人と関わるっていう仕事ではないかもしれないけど、でもその中でそのあの家を建てようとして、だからかこのおしゃれな家、うん、自分でね、そうですそうです、なるほどおしゃれな家をもんな、うん、でもなんかその家を建てたいって言ってる人の思いであったりとか、そういうなんかいろんなその家族さんのいろんな思いにこう寄り添える、そういう事務員さんにもなれるんかなと思うんですよ。だから事務だからそこには関わらないのかもしれないけど、ちょっとそこにこう噛んでいけるみたいなねこともあるかもしれないし、仕事にも生きていくと思うんですよね。うん、そういう意味ではこのあの我が子のこの状態っていうのは、もちろんね、あの何もなく無事に生まれてきてくれて、病気もなく元気に育ってくれるのが一番いいとは思うけど、でもきっと意味があってこういうふうにアンさんの元に来てくれたんやろうなって、これちょっとスピリチュアルかもしれないけどね、こういう考え方って。でも実際こう障害持ってる親って、そうでも考えへんかったらやってられないそうですよねうん、なんで私やねんとか思うし、うんうん、だからもういいようにいいように考えるしかないと思うから、私はだから奈々ちゃんのこともなんか、なんで私のとこにこんなこう、あでもきっと私が成長していくために奈々ちゃんは来てくれたんやろうなって今は思おうとしているし、うんうん、
で実際やっぱり奈々ちゃんを育ててることで私は見える世界が他のお母さんとは違うと思ってる、うんうん、同じように支援にいる子たちのお母さんたちは同じようにすごいこう人間的に成長されてると思いますよ。だけど何にも苦労なくて、あの思春期の反抗期もあんまりうちなかったとかっていう苦労してはらへんお母さんに比べたら私の方が絶対スキル高いでって自分で思っているかもしれないけど、うん、思ってる、うん、だからそういうものを豊かな人間になれる、そういう私に成長させてくれるために奈々ちゃんはいてくれて、実際すごいやっぱ面白いあの発想をいっぱい教えてくれるのね、うんうん、考えられないようなあの発想をしてくれますよ。めっちゃ面白いです、一つ一つが。そういう一つ一つのこれから先彼の行動一つ一つに対してきっと言葉もね、あのゆっくりゆっくりやけど出てくると思うんですね。忘れながらね、出始めて2語文が出てっていう可愛い時期来ると思うんです。そうなった時にたどたどしい日本語で一生懸命自分のことを主張してくると思う。その一つ一つ一生懸命耳を傾けてあげて、で分からへんねんけど、それが何を言おうとしてるか分かった瞬間のこの嬉しさよ。あ、そういうこと、そういうことなるほど、分かった、うわすっきりしたみたいな、もうそれだけで一日ハッピーになるよ。そんな感じでなんか一つ一つその細かいことに楽しみとか喜びを見出せていける、そういう子育てっていうのがきっと障害児の子育てなんかなって思ったりもします。普通の子たちは日本語で流暢な日本語で自分の思いちゃんとこう主張してくるからね、コミュニケーションしっかり取れるからね、うん、そこを何を言おうとしてんねやろうっていうことを一生懸命こっちが考える必要がなくて、うん、そのエネルギーいらないんですよ、うんうん、そこのエネルギーが必要は大変なんだけど、でも苦労して理解できた時の喜びの大きさ、うん、発達普通の子たちを育ててたら味わえない感覚なんですよそれ味わえるやん、うん、うん、っていう風な感じ、こう前向きにやっていけるといいなって思う、うん、であのもうなんせあの彼のことをこのままでいいよって、みんなに追いつかなくたっていいよ、自分なりのペースで成長していけたらいいよ、ママはそういうあなたが好きだよって伝えてあげれるのってお母さんしかいないのよね、なんだかんだ言って、まあ、パパもそうだけど、もうやっぱり両親しかいないと思うんですね。でその中で例えば療育の先生やったり、うん、で今後はその小学校に上がったら、まあ、支援学校に行くかなと思うんですけども、うん、支援学校の先生たちはそういうことをちゃんと学んでるプロフェッショナルだから、うん、きっとその中にすっごい話を分かってくれて、めっちゃ理解してくれて寄り添ってくれて、子供もその先生大好きになってっていう、そういう出会いがねこれから先絶対にある。公立の保育園なんてそういうこと、転換のことなんかほぼ知らない人ばっかりの集まりですからね、当たり前やわね、少ししかかじってないよ学んでたとしても、だからそういう中の世界に入って受け止めてもらえない、まあ当たり前、でもここから先は彼のことを理解してくれる世界観に入っていく。今回だってその公立 あの保育園を辞めて療育そっちにあのシフトチェンジしたっていうこともこれ私は良かったなと思うし、それをすることで否定されることがないから、お母さんまたねあの子ねみたいなことを言われずに済む、お友達からもそういうことを言われずに済む、保護者たちからもそういう目で見られることがないっていう教育施設に移ったのは私は正解やったと、うん、悲しかったけど結果として5日目に保育園の先生が、うん、お母さんちょっと無理やわって言ってくれてありがとうって思うよね今、うん、そうです、ありがとうって思う、うん、ストレス今まであったんですけど、迎えに行くたびに今日何言われるかなとかやっぱりこうあって、ね、それがもう今はもう真宙君今日こんなことがあってねとかすごい先生こうニコニコして話してくれて、今そういう面でのストレスが全くなくて、もう今の環境で良かったなと思います。そうよ、うん、だから療育で正解やって、うん、でも療育にここの環境がいいんやっていうことに気づけるにはやっぱ公立の保育園に入ってその5日間を経験して、先生にそういうお迎えに行くたんびにアンさんがそういう気持ちになる、まひろくんのあかんことばっかりが聞こえてくる、言わないまでもなんかオーラで来る、うん、その状況を経たから
きっと今療育に行ったことでその良さが見えたわけでしょう、うん、だからこの5日間もあってよかったのよね。そうですね、そうなんですよ。いうふうに一個一個いいようにいいようにスピリチュアルに捉えていく、もうなんかおかしい世界観に入っていっても全然 OK やと思うんで、うん、そうやってこう自分を奮い立たせていかないとやっていけないからね、うん、そうやってやっていってくれるといいな。だからもう、うん、きっとまひろくん幸せやと思う。これから先彼のことを認めてくれる人いっぱいの中に囲まれて成長するよ。こんなに幸せなことはない。ちょうど11月に手帳の発行をしたんですよ。あ、ほんまに。はい、ええー、なそう、なんか行ったらこんなに行政でこんなにいろいろやってくれるんやって改めて実感しました。うん、うん、そうなんですよ。だから、うん、分かってくれないところは分かってくれない。傷つけられる場所では傷つけられる、本当に傷つけられる、何回もなく、うん、でも場所が変われば理解してくれる、すごいあったかい言葉もかけてくれる、包み込んでくれる、一緒に考えてくれる、人間捨てたもんじゃない。うん、うん、うん、だからあの傷つけられたからっつって落ち込んだらいいねんけど、落ち込んだ後必ず浮上して、そうやってこう助けてくれる人を自分から模索していきましょうね、うん、探していきましょう、はい、積極的に。絶対いっぱいいるから、うん、うん、そうやってこう親子であの些細な些細な幸せとか彼のできることを喜んで、一緒に喜んであげるっていうことを絶対心に入れてやっていってほしいなっていうふうに思います。うん、親が認めてるか認めてないか、親がグラグラなんか安定してるかで子供って本当に見事に変わる、うん、表情も変わるし、夜泣きとかそういうことも出たり出えへんかったりするし、息しぶりがあったりしなかったりっていうのもそこに関わってるし、完璧なままじゃなくていい、だけど認めてあげる、うん、我が子のこともそういうネガティブに考えちゃう自分のことも、その上で自分のことを大事にして自分磨きは怠らないっていう、そういうままであってほしい、うん、仕事も頑張ってね、大変だと思うけど、はい、うん、だいたい話せたかな、こんなもんかな、 どうですか、ちょっと元気になった？元気になりました。ね、きついよね実際ね、これあの世の中の全ママたち、あのパパママたちに知ってほしいよね。そうです、障害を持ってる親御さんの苦労、うん、心、うん、何気なくその周りの人たちは発言しはんねんけど、その一言一言に障害持ってる子を育ててる親たちはどれだけ辛い思いをして、心で泣いて顔で笑って家に帰って布団かぶって泣くか、ご嫌悪に陥るか、うん、ちゃんとできてない自分っていうのを突きつけられて、ほんまにもう自分なんかいない方がいいのかなって、子育てする資格なんかないんかなっていう思いになるよね、うんうん、でもほんまこれだけはみんなに聞いてほしいけど、どんなママもどんなパパも我が子に一生懸命寄り添って一生懸命子育てしてます。その結果うまくできたできないっていうのは、それ大人視点でのええ子かやりにくい子かって大人から見ての話やもんね。そうじゃないねん、大事なところ、うん、大人から見てうわやりにくとかうわ大変そうってあったとしても、その親子が幸せで子供が笑顔であれば、それはイコールその親御さんが一生懸命やってることっていうのは、私はそれで OK やし正解やと思ってる、うん、そういう世界観があるんだよ、そうやって苦労しながら一生懸命子育てしてるお父さんお母さんがいるんだよっていうことを、健常時の親御さんたちにはぜひ知ってもらいたいなというふうに私は思いますね。そうですね、私の気持ちなんかどうせ分かってもらえへんねんわって、こうね、後ろめたく感じるんじゃなくって、あの人は苦労はそういう部分での苦労はしてないけど、私に分からない苦労があるかもしれないなっていうような、そういうところで大きな器で子育てできるママになってね、アンさん。はい、もう頑張ろうね。大変だね。だからよかったよ5日で辞めさせられた。もう保育園行ってさ、お礼言ってきたら5日で辞めさせてくれて、私に暴言吐いてくれてありがとうございました。療育がどんなにいいかって知りました先生。
向き合ってるつもりなんですよ。このね、やっぱりね、なんかいいけど、ね、自分がもうちょっと強くならないとなって、また改めて。いや、よく強くなり、うん、すぐなられへん。うん、であの強いっていうのは、あの子供のことを全部冷静に受け止めれるっていうのは、ある意味ちょっと危険かもしれない。うん、そうやって子供のことをそこまで思ってないから冷静に受け止められるっていうのもあるのね。グラグラってなるってことは、それだけアンさんがまひろくんのことを大好きだからでしょ、大切だからでしょ、だからグラグラになるわけでしょ。 OK でしょそれって。うん、だから強くなるっていうのの意味を履き違えないように強くなっていってね。はい、うん、弱い自分を認めれるっていうのも強さやで。うん、ね、いっぱい泣いたらいいし、あの悲しい時はで、はい、あの涙をいっぱいいっぱいいろんな人に聞いてもらえる人にいっぱい話したらいいし、うん、そうやってね、がむしゃらに人生歩んでいきましょうね。はい、うん、うまんかったらよかったって思う日があってもいいと思うよ、それもある、うんうん、私何回も思った、うん、死ねばいいのにって思ったことある、うん、はあ、やっちゃったあるよ、うんうん、だから大丈夫よ、うん、あのエンディングいきますので、あの、あ、私が言い終わったら一緒に手振ってください。はい、はい、ということで、障害を持つお子さんを育てているママの苦悩、はい、これについてお話をさせていただきました。12人目産んじゃいました、助産師久子の子育て学校、チャンネル登録してぜひ入学してください。またね、ありがとうございました。カット。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。緊張の中、ご苦労さん。すいません、ありがとうございました。ね、頑張ってるよ、めっちゃ。うん、頑張ってる。ほんまに頑張ってる。もうそれようわかる。これ引っ越しもしてるんやろ、それで。そうやで。すっごいや。そうやで。ようやった。ようやった。どんだけ働いてる。うん、ありがとう。でもね、そのスキルがあるねん。ほんまやな。お引っ越ししてやで。女しっかり作ってる。そう、綺麗やもん。めっちゃ綺麗もん。めっちゃ綺麗。アンさん、イケてるもん、女としても。うん、全然ほんまにあの自分のことも捨ててないし、うんうん、なんかアンさんの姿見たら、うん、あ、まひろくんしっかり育ててれてるなって、まひろくん見てないけど、うん、思うもん。アンさん見ただけで、うんうん。自分のこと大事にできてるもん。うん、それはイコール子育ても絶対いい方向に行ってるの見えるもん、もう。うん、OK ですよ。ありがとうございます。ご苦労さん、子育てありがとうね。うん。ひさこさん、私、はい、前に YouTube のコメントでコメントさせてもらって、実はひさこさんにコメント読んでもらったことあるんですよ。本当に。はい。それでひさこさん、ななちゃんのお話ちょっとしてくれたりして。おうおう、あ、そうやったんや。そうなんです、ずっとお話ししたかったんですけど、なんか相談していないようなんかちょっと分からなくて、ずっと悩んでる。なんかのご縁ですね、これもね。神様が応援すめっちゃしてもらってんねや、うん、な、そういうご縁もそうや。そんな呼ばれるなんかっていうのも。で、何通来たんよ、これだって。え、これでも今もう300ぐらい来てるんで、そこから選ばれたよ。うん、うん、すごい。今3人目で選ばれた。すごいすごい、うん、もうこれで強運全部使い果たしたで、なんか悪いことしか起きんのちゃうか、こんなの。そうかもしれない。それはない、それはない。強運の持ち主やから。ほんまやな、今の現状を糧にしてめちゃくちゃ幸せな人生を送っていけるよ。うん、うん、子供ための人生ちゃうもんな。そう、子供のための人生じゃないよ、アンさんの人生だから。そうやで、うん、うん、別や。そう、そう、それをこう一緒にして考えたらあかんね。うんうんうん、うん、はい、じゃあまたお会いできたらいいね。はい、はい、1週間ぐらいでねアップさせてもらうんで。はい、はい、でこの画像に出てきてるお写真も、あ、お写真もスクショ撮って使わせてもらうんで、サムネイルに。はい、これでもめっちゃ記念になると思うよ。あの、ちょっと記念にして出しますからね。ありがとうございます。はい、それではありがとう。はい、ありがとうございます。
頑張ってね。はい、ありがとうございます。ありがとう。